僕、あの、前紹介したことがあるんですけど名前忘れちゃったあの、古民家の、えっと、カフェがあって結構その建物に物語があると結構時代背景とかそういう何かものを感じるとあ足を運びたくなるというか。 なんかその食べ物ももちろん、その味とかももちろんそうなんですけどうん、結構そういうところに惹かれて店は選ぶかもしれないですねうん。はい。ありがとうございます体調、ね、苦手な食べ物がありますか苦手な食べ物ないですよ食べられないものがなくて強いて言うならみょうがとか